皆さんどうもこんにちは、山竹です。今日もぷよぷよネット対戦やっていきます。前回の続きなので、現在20連勝中でございます。やばくないですかこれ。まあ、自分でもね結構やばいと思いますね、20連勝は。さあ、このままね今回の動画30連勝目指してやっていきますので、よろしくお願いします。毎回ね10連勝刻みずつぐらいでやれたらなと思ってますんでね、よろしくお願いします。さあ、マッチングしないですね。普段いつも夜やってるんですけど、お、来た。今昼間なんで、お、いいね、連勝中。ぶっ飛ばしてやるじゃないか。さあ、なんか2、3日ぶりのぷよぷよですね。いきなり連勝中から始まるこのすごいね、不安な感じ。よいしょ。さあ、さあ、なんとかなるかな。なんですかね、今ね、ちょうど今日はたまたま昼間が時間あったんで、昼間にやってるんですが、この時間はやっぱり夜に比べるとマッチングしないんですよね、どうしても。よいしょ。これね、一回消してから、おっと危ない。あ、ちょっと待って、今のじゃダメだった。いや、でも縦にしてもどっちにしろダメだったから、どっちにしろこれ厳しかったな。ただこれなんとか帰らないかな。帰れ、オッケー。危ない危ない。さあ、これね一発ここで沈めてやりたいですね。よし、これでだいぶ有利になりましたね。危ない危ない危ない。何日かぶりにいきなり連勝中とかね、結構厳しいですよこれ。シビアなゲームになってます、ぷよぷよ。しかし相手もう惚れてしまいましたね。ここは冷静に冷静に、すぐ本線を打つんじゃなくて、冷静に行きましょう。黄色から打っても、あれ赤ないのか。オッケー、いける。これ勝ちましたね、多分。赤ないし、後ろそんな繋がってないから、自分のこの7連鎖 ?7 連鎖ダブルですね。これは十分なんじゃないでしょうかね。あ、よかったよかった。ちゃんと相手見れてましたね。いやー、いきなりね、こう、久しぶりにやった時がね、20連勝からって結構厳しいですよ。しかもいきなりこう、連勝中の相手に当たるってもう、ウォーミングアップすらできてないですからね。まあ、しかし、1本目取ることによって今、心に余裕ができたので、まあ、なんとかなるんじゃないでしょうかね、今回も。今回も30連勝目指して頑張ってきますんでね、よろしくお願いします。ほい。黄色、紫、ほい。こうして、こうして、黄色ボコボコ。あ、これいいね。これいいつもですね。反発受ける。さあ、受けて、2連鎖打ちましょう。さあ、1個ポトリと落ちていくが気にしない。これは打つしかないですね。打ちましょう。さあ、後ろはまだ繋がってないですが、相手も青から発火して、赤、黄色まであれは入ってるのかな?結構でかいですね、相手の方。ちょっとやばいかもしれないですね。おっと、相手、発火せずに、なんか伸ばしに行ったのかね、もうちょっとよくわかんなかったですけど、まあ何はともあれね、1戦目勝利でございます。いいじゃないですか。またまたね、前回から引き続き、連勝街道に乗っていきましょう。21連勝最高ですね。レート2641。こんだけ連勝しても2600にしかならないって結構シビアなゲームですね、これね。まあ同じ方ですね。結構なんかしっかりしたプヨしてくる方なんで、頑張って気を抜かずにね、やっていきますよ。気抜いたらなんかそこで負けですからね、多分ね。よいしょ。あー、ミスった。ちょっと大きいミスしてしまいましたが、修正可能な範囲なんで。気にせずやっていきましょう。これはここから4連鎖ですね。さあ、4連鎖に対して相手本線ですね。本体打ってきたんで、いや、ただ俺ちょっとこれ伸ばし方悪かったな、これ負けたな。8連鎖ダブルも絶対ね、9連鎖じゃん、あれ。あ、やばい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 、これやばいかもしんないぞ。6連鎖しかない、やばいな、ね、今ちょっと形悪かったですね。もっと堅実に積んでいきましょう。堅実積んだつもりだったんですけど、ちょっと形崩れてしまいましたね。あ、やばいやばいやばい。すごい緊張してる今。ほい。相手の本線、それにしても今良かったですね。かなり。あんなに短時間であんなでかい連鎖来るとは思ってなかったですからね。そして相手の構え結構高いのが嫌ですね。結構こっちから仕掛けづらいというか、そんな感じですね。ほい。よいしょ。そうですね、やっぱ仕掛けづらいのはありますね。さあ、これはどうしようかな。反発を打ってくる。さあ、受けるがあまり良い形ではない。
か、これは打つしかないかな。打ちましょう。結構大きいですねこれ。結構大きいんで、まあなんとかなるんじゃないかなって感じですが、ちょっと無駄が多いですが、相手打ってくれましたね。これは勝ちました。まあまあですね、ちょっと無駄は多いですが、いっぱいプール置いてた分12レースあるんで十分でしょう。 OKOK。 さあやっぱ気抜けないですね。やばいですよ、緊張するんだけど。ちょっとね、やっぱりとりあえず今ね、自分の中での確か最高の連勝が24か25なんですよ。それは絶対超えないとなと思ってるんですけど、まあ、そのまま30連勝というなんか素晴らしい記録をね打ち立ててやろうという気持ちで今やっております。喋り方おかしいな、やっております。自分で何言ってんだって思いましたよ。さあ赤いいですね、赤、はい、赤、青きてる。お、これでもう連鎖つながった。いいねこれ、早い段階から連鎖保持できたのは大きいですねこれ。さあ2連鎖打って、また2連鎖か、2連鎖は受けよう。あ、やばいやばい、違かった。あーマジか、見間違えた。最悪なんだけど。うわ終わった今の。いや打っちゃえばよかった、紫から4連鎖あったのか。完璧激なえ。あー終わってらんないっす。もうちょ負けてしまいましたが、もうちょっとやっていきましょう。じゃあ5連勝ぐらいするまでやりましょうか。じゃあ、いやーショック、今のは俺のミス完全に。結構連鎖あったから多分打っちゃえばもう勝ってたんだろうな今の。いやーショックマジで。さあ1連勝中ですが、あんまりレート高くないんでどうかなって感じですね。お、なんかすごいなあれ、味方が。ん、なるほど、あまり連鎖はまだ覚えてない感じの方ですね。じゃあ俺がね、連鎖の手を見せてやろうじゃないか。とりあえず3連鎖だからね、もう潰していきましょう。どんどん連勝していきますよ。はい、 OK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 。 いや悔しいな、21連勝、悔しいや、涙も本当にやばいですね、ポロリですね本当に、涙ポロポロですよ今ね。涙で顔が腫れてますね僕。男の涙ほど汚いものはないですけどね。それでも僕涙流しちゃいましたね今ね。はい、全然涙声になってませんけどね。こういう形も時にはありなのかなって今思いましたね。今のちょっと次回以降何かしらの感じで使えればなって思うような形でしたね。よいしょよいしょよいしょ、ふい。よし、いいぞ。あ、これ死んだんじゃね。これワンチャン死んだぞ。あ、オッケー大丈夫だ、まだ死んでないですね。はい、はい、死にました。ひどすぎ、笑った。やばいやばいやばい、ちょ大連鎖狙いに行きすぎたわ。ちょ、もう今回はね、早急に潰していきますよ。まあそういうこともあります。ぷよぷよなんてね、強い人がね、弱い人に勝つこともあればね、やっぱ弱い人が強いことに勝つこともありますんでね。今俺同じこと言ったよね。弱い人が強い人に勝つのと、強い人が弱い人に負けるのと同じですよね、意味的に。同じよね、無駄なこと言うなって感じですけどね。はい、そんな感じです。なので、全然ぷよぷよってゲームは、いろんな人ができるゲームだと僕は思ってるんですよ。だからね、何が言いたいかっていうと、皆さんぷよぷよ始めましょうって感じですね。はい、もうほんとぷよぷよはね、楽しいゲームですよ皆さん。もう今日これしか言えません、ぷよぷよはね楽しいゲームですよ。ちょんちょちょちょん。さあ1連勝中、レート一気に落ちましたね。やっぱレートすぐ落ちんだよこのゲーム、そこが難しいところ。あんな連勝してもさ、なんか全然上がんないくせにさ、いっぱいするだけでズドーンと落ちるね。なかなかシビアなゲームですよ。ちょちょちょんちょちょちょんちょちょちょん。さあ、来ないですね、なかなかね。ちょっと暇になっちゃうんで、なんか適当にぷよぷよ、あ、そっか。なんか話そうとするときに来んなよ。デクノボ、なるほど、身長185センチぐらいあるっていうのを今頭の中で想像しておりますね。さあよろしくお願いします、デクノボ。僕みたいにね、なんか身長あまり大きくない人をなんかバカにしてるような名前ですがね、僕はね、気にしないでいきますよ。はい。
さあ、山竹さん身長何センチあると思いますかね。わー、間違えたー、負けるこれは。あ、でも相手ミスってる。ラッキー、これ勝ちましたね。相手ミスってますね、あれ。全然それを見てこういう連載やったとかっていうわけじゃないんですけど、ラッキーですねこれはね。はい、何が言いたいかっていうと、そう、僕今昔っていうか高校まで野球やってたんですけど、なかなか身長が実は小さいんですよ。はい、皆さんの想像の中での山竹さんはね、どれぐらいの身長なのかというのをね、当てていただきたいなと思って、話しましたね。ごめん、俺超話下手だわ今日。いつもだったらごめんね、なんか俺でも今日いつも以上になんか話が下手な気がするんで、ちょ、まあ答えられる人いたらちょっとね、答えてみてくださいというところですね。はい、ということでね、まあなんかよくわかんないなんかテクノボーな話してたら終わってしまいましたという感じですね。まあ練習してる相手をね、またまたボコしていく立ち回り、いいんじゃないですかね。しかしあまりレートは上がらず、やっぱレート近い人とやんないと全然上がんないんですよね、自分より近いか高いかって。でそういう人とあまりなんかこのゲームマッチング今できないんで、この環境で全然レート上がんないんですよね。ひどいシステムですよ。ほい、ひどいシステムっていうのはちょっと言い過ぎたな。別にあれですよ、バカにしてるわけじゃないですからね、このレートシステムを。そこのところを間違いなくという感じですかね。よし、さあ2連鎖ダブル、2連鎖ダブルをぶち込んでいく。よいしょ、 OKOK。 今のペルシャ済みだったんですけど、まあな感じでしたね。さあちょっとうまく、相手も結構連鎖狙ってきてるんで、僕もちょっとそれにあれですね、応戦したいですね。やっぱり大連鎖を打ちたいですね、どうせなら。やっぱ大連鎖ってさ、ぷよぷよの醍醐味じゃん。それをねやらないでね、YouTube に投稿なんてね、そんな恥ずかしいことできませんよ僕は。とか言いつつ3連鎖打ち込んでいく。さあ相手は本体打ってきた。さあ相手本体打ってきましたが、黄色が来れば、危ない。なんで俺今日こんな発狂してるんだ、でーとかさ、なんとか言ったり。やばい。あー、ちょっと違う。間違えた。あー、やばい。まだいっぱいです。さっさと打っちゃえばよかったね。なんか1連鎖足しに行ってる間にちょっと潰れてしまいましたね。しかし今回、また大連鎖狙って頑張りますよ。おっと、これ全消しがまだ、全消しですね。全消し取りましょうか。相手は取れないです。これ勝ちましたね。ヒロがあんま見えてないんで、相手も打てないでしょ、あれ。OK ですね。ちょっとアイレンサー狙おうと思ったんですけど、無理でしたという感じですね。はい。まあいいや、ちょっともう今日二十何連勝途切れちゃったんで、またアイレンサー狙いでぷよぷよやっていこうかなと思います、残りのお時間。25分ぐらいまでいつもやってたっけ。おお、6連勝、これはちょっと大連鎖じゃないですね。倒しに行きますよ、しっかりと。倒しに行く上で連鎖が組めたらいいなぐらいの気持ちでやってきますね。よろしくお願いします。いいね、こういうね、連勝してる相手と当たるときってね、やっぱ最高にね、やる気出ますよね。そういうゲームですから、ぷよぷよって。やっぱね、なんて言うんですかね。やっててやっぱ楽しいですよね、そういう相手のがね。ほい。連勝をね、切らすっていうのがすごい気持ちいいことなんですよ、ぷよぷよにおいて。紫から発火してくる。俺も紫が来ないとこれやばいんだよな、実は。紫が赤が見えてないから撃つしかないが、これはかなり同時消しになってしまってて少しきついかなって感じですが、帰る。オッケーオッケー。よーし、いいぞ、6連勝。6連勝、バヤッピーさん。俺のね、レートじゃないですね。俺のプヨに餌食になるがよい、6連勝中よ。口悪っ。さあ行きましょう。しかし、やっぱり、6連勝してることもあって、しっかりとしたプヨを打ってきてるんでね。そこのところやっぱりちゃんと、考えつつね、やっていかないと食われてしまうんでね、しっかりと倒していきたいところですが、ほいさあ3連鎖落ち込みましょう。これは紫が来れば勝つかな。あ、ちょっと間違えた。危ねー。8連鎖ねえなこれ。ちょっと上の方ね、あんまり繋がんなくなっちゃったんで、これやばいかもしんないです。この辺がね、あんまりうまく繋がってないというか、全然繋がってないですね。あ、くっそ、ミスった。
一幕つなげらんなかったのが今回敗因ですかね。いや、まだ負けてない。まだ負けてないぞ。さあ、2連鎖には2連鎖を。へい。さあ、相手3連鎖ダブルかなの4連鎖。絶対無理じゃん、これ。オッケーオッケーオッケー。さあ、切り替えていきましょう。切り替えていきましょう。6連勝中やるじゃねえか。しかし、俺はさっきまでね、21連勝してた男だ。それを忘れるな。頑張るぞ。その気持ちをやっぱりね、心に留めながらやったらね、すごい楽になりますんでね。6連勝なんてもう序の口だろって、もうそんな気持ちでやってきますんでね。さあ、2連鎖ダブル構えて、さっさと打っていく立ち回り。さあ、相手、お、積もったか。青がいっぱい必要になっちゃった。青、青、青、青。はい。あ、これ緑ダメじゃん。うわ、今回の俺、マジか。緑まで使わないとダメだった。くわー、弱えー。俺弱えー、マジで餌食になるがよいとか言ってフルボッコにされてる感じやべ。やばいな、今日。今までの動画調子良すぎたのがちょっと、こんだけ負けるだけでもすっげー悔しいですね、なんか。悔しいっていうか、なんか、不甲斐なさを感じてしまいますね、ほんとに。まあでも、しょうがないです。こういう日もあるんでね、しっかり切り替えていきますんで、よろしくお願いします。ちょっとみんなあれだよ、練習してないからって見捨てないでね。俺、ありのままを晒すんで、やるたびちゃんと動画に出しますんで、負けてるからあげないなんて、そんなことはしないですよ。うわ、すげえ、17連勝だよ、しー。よーしよしよし、すげえな、今日なんか、めっちゃ、いい感じの人といっぱい当たる。いい感じの人めっちゃ当たりますよ。こんなに楽しい日ないでしょ、なかなか。ここ最近の中でなんかめちゃくちゃ暑い日ですね、今日は。プヨに関して。ぶちかます。お、これ刺さったんじゃない。相手なんもないでしょ、これ。あ、後ろがあった。打っちゃえ、打っちゃえ。4連鎖ダブル。あ、5連鎖じゃん、あれ。あ、でも、どこか。そんなにでかいの。いや、マジか。さすがに17連勝伊達じゃなかった。3連青出よ。青、青、青、積もれた、普通に。積もれたんで、じゃあそれは打ちますよと言わんばかりの3連鎖。普通に積もれないかと思った。2連鎖、いやー、もう2連鎖いらねえな、これ。これいらんかった、これいらんかった。お、でも刺さった、もしかして。あ、これワンチャンあるんじゃねえの。あ、いけるいけるいける。黄色、これ黄色。あ、2連鎖は無理だから5連鎖打っちゃいましょう。黄色くれば6連までいったんですけど、6連まで、あ、惜しかった。でかい、この勝利は。この一勝でかいですよ。この一勝はマジででかい。ガチどんくらいでかいかっていうとね、エベレストですね。それほどやばいです、これは。さあ、一勝していく。17連勝相手から一勝していく。なんといっても先ほどまでね、先ほどまでの話もどうでもいいですけど、まあ、22連勝してた男ですからね、これぐらいもう当然ですよ。よいしょ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 。さあ、さっさと2連鎖ダブル打っちゃいましょう。相手鬼高いですね、構えが。あれは結構えぐいですよ。あの高さはえぐすぎ。構え高すぎでしょ、あれ。どうしよう、あ、本戦だ。ミスった。ミスったが、青まで。これ黄色くれば勝てるんじゃないの。黄色置けねえし、これ。あー、黄色じゃなかった、青だった。ここで今、青ハッカで勝ててた。判断悪すぎだろ、今日。どうした俺の頭。ちょっと顔ビン出してちょっと眠気覚ましますね。よし、オッケー。ちょ、なんとしてもこの練習は止めてやりたいんで、もう絶対俺勝ちたいんですよ。勝つためには手段は選ばないんで、どんなにね、こすい作戦でも使っていきますよ、今回。そんなことまでして勝って嬉しいかって言われることあるかもしれないですけど、嬉しいんです、勝つことにおいてね。よっさあ、クソ嬉しいんだけど、ありがとうございます。さあ、17連勝止めてきましたよ、畠選手。いや、なかなか気持ちいいですね。やっぱね、連勝中にの相手をね、倒すっていうのは相当気持ちいいですよ、皆さん。ぜひね、連勝中の相手来たらもう死ぬ気で止めに行ってください、皆さん。僕もさっきね、21連勝で止められましたが、まあ多分相手の方は相当気持ちよかったんだろうな、と思いながら負けてましたね、先ほどはね。はい。まあ、そんな感じです。ぷよぷよはね、楽しんでやりましょう、皆さん。もうなんかね、2連鎖ダブルの帝王になってきましたね、最近ね。
2連鎖ダブルをね作ったらとりあえず打つっていう、もうこの感じ、そして刺さるというね、なかなかね、もうぷよぷよというものは2連鎖ダブルで成り立ってるんじゃないかという、そういう感じがしてきましたね。いやでもぶっちゃけその通りなんですよね。2連鎖ダブルを作れない限りはぷよぷよは上達しないと僕は思ってますんでね。4連鎖と2連鎖ダブルっていうのはね、相当このゲームにおいてポイントとなるものなんでね、しっかりとそこはね、組めるようになったらいいんじゃないかなと思いますね。上達の鍵です、これが。上達っていうか、まあ、対戦で勝てるようになるための、秘訣だと思いますんでね。まあ、ぜひ皆さんにも2連鎖ダブルと4連鎖を組むっていうのは意識してやってもらったらなと思いますね。上達しようと思っている方はね。まあ、連鎖組めるようになりたいっていう人はもう、それは練習あるのみなんで、やるしかないですね。さあ、ここであとは2連鎖ダブル離せば、これはもう勝ちなんでね。すごいな、2連鎖ダブルってやっぱすごいですよ、皆さん。嬉しいな。はい。さあ、20分経った。どうしようかな。あと、1戦、2戦やって終わりにしようかな、そしたら。いい。直すけみたいですね。いい直すけ。なんかあれだよね、いい直すけって、江戸時代ぐらいにいた人ですよね。自分ちょっと理系なんで、あまりね、歴史とか詳しくないんですけど、なんかそんなやついたような気がするんですよね。老中だっけ？老中いい直すけみたいな、そんな感じじゃなかったっけ？ごめん、本当にマジにわか知識さらしてるだけなんで、あんまり気にしなくていいんですけど、安政の大国的な、それぐらいの時期ですよね、なんか。歴史的な話を言うと。お、うまいぞ、相手。あ、繋がってねえ、あれ。繋がってるように見えた、一瞬。さあ、6連鎖の7連結。でかい。7連結って実はそんなに効率いい連鎖じゃないらしいんですよね。よくわかんないんですけどね、その辺は。話に聞いたところなんですけど。なんだっけ、いい直すけって。なんかあれだよね。殺されちゃった人？老中ですよね、老中。ごめん、あんまり覚えてねえや。いいや、もうこの話。わかる人いたらコメントください。僕、調べる気もないんで、今更歴史のことは。いつそんなん習ったんだってレベルなんですか、ですからね、僕ね、ほんと。いつの話かも覚えてないという。そもそも誰、本当に俺はこれを習ったのかっていうところすらね、覚えてないんで。いやー、間違えた！これは5連鎖しかないが、相手はもっとない。まあ、そんな感じですね。ナイトオブナイツって感じですね。はい。よいしょー、よいしょー、いオッケーオッケーオッケー。まあ、あと1戦2戦やりましょうか、そしたら。ちょっと20分超えてちょっと長えけど、まあ、しょうがないっす。ぷよぷよ楽しんでやると長くなっちゃうんですよ。適当な感じ。助けて。なるほど。なかなかね、いろんなメッセージこもってそうな名前ですが、関係ないですね。相手がどんな状況であろうと僕は助ける気はありません。こういう感じ。あー、間違えた。どうしようこれ。どうしよう。よいしょ。ほい。ほい。ほい。さあ、できた。ダブルができた、ダブルが。ダブルできたよ。ここは1連鎖ダブルですね、たまには。こういうのも大事ですね。さあ、そこから3連鎖。効率の悪いと言われる3連鎖を打っていく。さあ、紫来ないで死亡というね、悲しみを背負っている。完璧です、すいませんでした。さあ、まあいいでしょう。じゃあ、たまにはちょっと階段積みとかやってみましょうかね。これは階段っぽくない。これはね、左寄りできないですね。右寄りになってしまいました。まあいいでしょう。階段降りですね。なかなか僕としては珍しいことしますよ。下手すぎるんだけど、やばい。あ、しかも刺さったんで、あ、刺さってない。いや、でも紫置けないか、あれ。紫今置けない状態なんで、4連鎖かな。あって4連鎖だと思う。あ、全消しだ。あ、5連鎖ある。やばい。5連鎖あるけど、自分も全消しなんで、耐えれればなんとかなるかなって感じ。なんとかなりそうですね。耐えれたんですが、これはね、あ、ダメだ、受けれねえじゃん。やばい。圧倒的絶望。これはまずいですよ。やばい。さすがにまずい、これは。ちょっと待って。死ぬな。生きろ。あー、俺もう今日ダメかもしんない。あー、もうダメだ。はい。まあ、こういうとこで、ということで今日は、めちゃくちゃ下手くそでしたって感じですね。なんかね、なんか、勝てない日ってね、勝てないんですよ、やっぱり。はい、ということで今回ここまでにしたいと思います。
まあ、ちょっと今回不甲斐なかったですが、またね、二十何連勝してる僕の姿を皆様にお見せできるように頑張りたいと思います。ということで、チャンネル登録やツイッターのフォローお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは次回の動画で会いましょう。